さあ篠和です。篠和選手は跳馬最も得意としてますの で、ね、もしかしたら出るかもしれませんね。最も得意のこの跳馬篠和、どうでしょう。これは行くんじゃないですか。行きますか。あの着地はもう無理に止めたとかじゃないですからね、はい、完全にもう着地の場所が分かって足を出しているっていう感じがしますね。ライバルシリバスは 9.90 でしたが、シノワあるいは10点いくか、まあ、得意種目では稼ぎたいですから、一部でもそうです、ね、はい、0.05 でも高い得点を望みたいところですね。シュノはこの跳馬を最も得意にしていますが、出ましたね、10点満点が出ました。場内が沸きます。やはりシュノはやりました、10点満点いきましたね。そうですね、はい、まあ、ある程度予想はしてましたね。これで女子は10点満点が4つ目になります。ついにソビエトから初めて10点満点が出ました。篠和の跳馬10点。着地は見事ですね、はい、お危ないなというところが全くありませんね。ないですね、はいはい、もう当然のごとくこのマットに吸い込まれてって感じですね、はい、これが10点満点シュノワの跳馬です。もう出て当然という顔してますね。平気な顔してますね、はい、もう19歳になりましたソビエトのエース。今回オメリアンチクとともに、85年の世界選手権ではオメリアンチクとともに同点優勝を飾ったこのシュノワ、87年の